はい、こんにちは、カズボウです。今回からですね、ファイナルファンタジー10やっていきたいと思います。10をね、攻略した後で記憶が新しいのでやっていこうと思います。まあここなんですけどね、圧巻のオープニングがあると思うんですけど、普通に歌が流れますんでね、まあおそらくね、まあ禁止区域かなと思いますのでね、歌のとこはね、ちょっとね、消音させていただくんですけど、まあこのような舞台から始まるので、まだね、ここですね。はい、ということでね、ここからね、まあちょっと音楽はね、まあ違うのに変えさせていただきましたけど、まあムービーだったら大丈夫だと思いますので、まあ普通にね、売り出されてるね、CD の音楽が流れますんで、まあここは多分そういうことなんだなと思いますけどね。まあこんな感じで、もう本当にね、ライブ会場からのスタートになります。それでね、まあどうなってこうなってるのって話なんですけど、ファイナルファンタジー10のね、2年後の話です。で、このね、召喚士ユーナ様が主人公のゲームですね。さて、超有名人のユーナさんがなぜか踊っている、マイクを持ったね、で歌い出すシーンなんですけど、まあ本当はここ歌流れてますね。ユーナ今ハテナって出てましたよね。え、こんななっちゃったのって感じじゃないですか、ユーナね。やっぱりもう人気者はねすごいですよね。もう大人気なんで、もういつの間にかこんなね、まあアイドル的存在になっちゃったんかなみたいな感じだと思いますけど、初見の方はね。お、これリュックですね。あれから2年経ってるんで、やっぱ髪も長くなってますね。だからやっぱシーフだからね、やっぱ動きやすい姿にはなってますけどね。なぜか護衛してる感じですよね。でそれを見張ってる。ここ歌流れてるときね、こうやって説明入れられないので、まあ本当はね、だから自分で解説してますけどね、もう本当に初めて見た体で喋ってますんで。ちなみに、相当ぶりなんで、天並みに相当ぶりなんで自分もプレイするの、ある程度ね、頭に入れとかないとね、やり忘れるなーってのあると思いますので、まあそこら辺も触れながらやっていこうかなって思ってます。すごいね、バックダンサーとか見てね。はい、そして見慣れぬキャラクターですね。手にはいなかったですね。はい、パインって書いてます。さあ誰でしょう、この子は。さあユーナを守ってるんでしょうか。なんですけど、普通に護衛を倒してましたよね。改めましてね、カズボと申しますんで、まあ、またね、ご紹介させていただきますね。はい。はい、こんにちは、カズボです。ということでね、まあ、圧巻のオープニングなんですけど、ファイナルファンタジー10やっていきたいと思います。初っ端からね、こうユーナのライブが。返しなさいよ。お前たち、私のステージで踊っていきな。ついてこられるのか。はい、ということでね、初っ端からね、ユーナのライブだったんですけど、こうリュックとパインって言いましたね。まあ、こんな感じなんですよね。まあ、やりながらまた説明していきますんで。安物の手榴弾とかね。もうこのゲーム盗む基本だね。でね、ファイナルファンタジー10とまた別ゲーだと思っていただければいいかな。2個持ってる時なかったっけこれ。
あのオープニング部分なんだけど、あのおそらくね、もう普通に歌流れてますんで、ね、まあ、著作権的なものがあるんで、ちょっとね、あの配信禁止区域なんだけど、まあ、この音楽流しとこうかな。よっしゃ。でね、このゲームね、結構ミスると思うんで、自分。だからね、ある程度ちょっと頭に入れときました。久しぶりだったんで。インターナショナル版もあるんだけど、多分それも入ってると思うんで、ちょっと違うんだよね、通常で売ってるやつと。お、コマンドあった。ケチケチしないでさ。まだまだ踊り足りないな。さあ、ここで終焉さ。これね、もう初っ端からね、ちょっとね、面白いものがいると思うんで、もうリュックは常に盗むでいいかな。フェニックスの音が盗めるんで。よっしゃ。あ、いけないか。まあ、ここね、見たことある方もいると思いますけど、ルカですね、ここね。そっか、そっか、そっか、そういうコンボなんのか。なるほどね。ケチケチしないでさ。あのブリッツボールやってたとこあったじゃないですか、前のファイナルファンタジー10で。まあ、一応続編なんだけどね、あれの2年後かな。なぜかユーナを追いかけてるっていうね、まあそういう話ですけど。お、女性戦闘員。ちょいちょい来たね。ずらした方がいいな。よっしゃ。まあこんな感じでね、ね、まあアクセサリーとかあるんですけどコンフィグ、まあコンフィグ、んー、まあここら辺はね、どうしようかな。ドレスアップショート、あー、まあ後でショートでもアクティブレート、戦闘はまあ普通でもいいか、とりあえずはね、まあいいか、これで。あのゲージ見たら分かるんですけど、リュック早いんですよね。前作だとあんな9万とかいったのにね。確かか。スピーディーですよね。ぬるいよ。お、アビリティ鉄壁を覚えた。あまだかな。これなんかいますよね、モーグリ。あのモーグリ今調べたじゃないですか。でキラーンって回復したんだけど、あれもちょっとした要素に入るんですよ、実は。よっしゃ。
まあ無限に湧いてきますんで、さっさとね抜けた方がいいね。どいてよ。はず。よっしゃ。うん。よっしゃ。こっちだよ、娘さん。ダッハ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 ッ、ミッション終了。まず、こっちだ。ダッハ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 ッ、ほーれほーれ。うっ、うわいよいよ、あいあいあい。ユリパ。ちなみにあのどこ、インターナショナル版だと、ね、クイックトリガーとかあるんだけどね。URP なんですよ、名前が。あそこ送り口名なんだ。宇野とさのクイックトリガー、そうか、 R だね。アイアンバーグ。やられたやられたってね。なめえな、一回だけだっけ、二回盗めなかったっけこれって。これ R1だよね、いいんだよね。メイク。おじゃ。ちょいちょいっとね。新島みたいな声出すんじゃないよ。しつこいね。返して、リザルトプレート返しなさいよ。しつこい上にケチンボだね。返しなさい。はいはい、返すよ。もう一度奪い取るだけさ。はい、リザルトプレートを呼び出してドレスアップだったんですね。まあこんな感じでね。はい、ダンス、クライミダンスを踊ってルブランをクライミングするんだ。難しいんだよな。いいのでは。これでおしまいだよ。要はリザルトプレートっていうのがあって、まあやってるうちね説明は出ると思うんですけど。短い付き合いだったね。お、ギリオンですね。
何狙ってると思う？倒しちゃったね。今度会ったら泣かせてやる！逃げるな！リュック。まあ、こんな感じでね、ファイナルファンタジー10やった後だから分かると思うんですけど、多分記憶新しいと思うんで、すぐやったんだけどね。レベル2になったじゃないですか。レベルなかったじゃないですか、前。なんだっけ、スフィア版でね、強くしていく感じですけど、まあ、このね、10-2 に至っては、レベルという概念があります。それで、今のね、ドレスフィアっていうんだけど、まあ、リザルトプレートだよね。まあそれでね、まあそう姿変わったりしてね、まあそれを使ってたって話なんだけど、最初のユーナはね、ルブランだったって話ですね。まあその話は今からやっていくと思うんですけど。体が勝手に踊り出して怖かった。何が起こっているのかわからなくて、でも踊っているうちにいつの間にか。楽しそうだったよね。うん、誰かの楽しい気持ちが流れ込んできたみたいな。リザルトプレート使うとそういうことあるし、スフィアに映ってる人の気持ち入ってきちゃうみたいだし。なんか危なくない？なんとも言えないし。お前が作ったんだろうが。僕まだ子供だし。うふんうふん、ユーナのダンス、俺も見たい。高いよ。そうなのか。本気？よ、違うのか。うわぁ、ジョフロフがカモメタン、マミシユテ。はい、新しい発明完成したし、ね、クリーチャークリエイト、こんなんあったっけ。待って、シンラの発明した魔物捕獲ポットでスピラ各地の魔物を捕まえてカモメダンの仲間クリーチャーとして育てましょう。育てれば育てるほどたくさんの魔物、あ、そうだ、あ、魔物人生ストーリーが明らかになります。これもね、ちょっと楽しみの一つだね。そうだ、こんなんあったわ。うわー、懐かしい。まあね、まあ自分のプレイの仕方わかりますよね。装備で、まあ言うならね、まあ、例えば歩み始めるものっていうリザルトプレートがあるんだけど、ね、こんなのも何種類かあるわけですよ。それで右にね、まあ、ガンのところから左下のね、銃のところから右の、まあ、音符のマークありますよね。あそこで暗闇ダンスとか使えるようになって、歌姫ってなってるじゃないですか、今、ユーナって名前の右に。あれが、まあ、ジョブみたいな感じだよね。まあ、そういうことなんだよね。で、宝だったり、まあ、なんだろうね、これで変えながら戦っていくって言えばいいかな。それで、まあ、暗闇防具とかもあるからね。こうね、わかります。最大 HP 上がったりとか。だからアクセサリー2個装備できて、まあすごいアクセサリーもあるんですけどね。戦士。まあ HP 高い方がいいかな。まあこんな感じでね、盗みまくって攻略していくって感じかな。よし。これどっかセーブできなかったっけ？あったあったあった。セーブスフィアに触れると HP と MP ステータスが以上が回復します。セーブを選ぶとゲームのデータを記録することができます。引く手を選ぶと引く手に戻ります。ということで、こっち多分いけないと思うな。いけんのか。お、いけんね。こんな感じでね、まあ好きな場所いけるっていうか、これまだ見れないんだっけな。R1 ズームと、まあ、こんな感じで、クリーチャーもそうだし、バトルメンバー、コンフィグ、あ、そうだね、ガンナー、戦士、歌姫、シーフ。だから要はね、ユーナとかもシーフにできたりできるんですよ、このゲーム。アビリティもそうだね。
シーフ 6% とかね。まあこんなのをね、設定するのかな。ね。設定すると次 HP 盗むとかね。必ず盗むとかね。まあそっちの方がいいかな。時間盗むとかもあるしね。まあ勝手に次のとこなるからいいんだけど、そうだね。まあいいかこれで。でまあ敵襲とか言ってたじゃないですか。だからまあそこの話になっていくんだけど、そこになっていくと多分とんでもない時間になっちゃうんで、まあある程度あらましは説明しますけどね。またこちら行ってないです。ユナさん、いらっしゃい。ハイペロ族のマスターさん。本当の名前は誰も知らなくて、勝手にそう呼んでるんだ。兄貴さんに拾われて、飛空艇で働いてるんだって。ね、だから兄貴もアルベド語しか喋れなかったのに喋れるようになってますよね。まあそこもね、なんかいろいろあるかもしれないよね。だからこんなの受けたりします。アクセサリー、買えるものももちろん存在しますんで。だからまあ盗んでればね。ありがとうさん。盗んでればある程度は集まるかなと思うんで、まあ節約ですよね。 RPG の醍醐味っていうか、まあ、ファイナルファンタジーはそっちの方がいいかな、ね、ありがとうさーんっつってましたね。これなんかね、いろいろ落っこってんだよな確か。まあストーリーをちゃんとやっていくと、これパーセンテージってのがあって、モーグリ先ほどキラーンって光ったじゃないですか。あれもね、確か含まれてたと思うんで、ただ逃さないように行くにはね、結構神経使わないとまずいかなっていうのがあるんですよ。だからね、ある程度ね、まあそうだね、ある程度頭に入れた部分はあるけどって話なんだけど。なんもないな。あ、宝だ。エーテル。そうね、こんなんあったもんね、アルベドね。通ったらまずいのとかあったような気ですけど、ないっけな。万能薬。大丈夫かな。まあ、こうじっくり遊んでいてもね、普通に攻略できると思いますよ。とりあえずキャラクター紹介だけさせていただきます。これ確かジャンプできなかったっけ？できなかったっけ？ここジャンプ。あ、できたできた。うん、この子はパイン。スフィアハンターの先輩。っていうか、仲間だね。パインのことはまだよくわからない。おしゃべりする方じゃないから。私より少し先にカモメダに入っていたらしいけど、リュックもよく知らないんだって。どうしたんだ？内緒。タイの次の情報待つだけさ、ね、僕いろいろ知ってるし。この子はシンラ君、アルベド族の天才少年。教えてシンラ君。お、クリーチャークリエイト。クリクリチュートリアル見ますか。はい、ね、クリーチャークリエイトの遊び方を説明するし、とここは僕が作った秘密基地、魔物コロシアム。魔物を捕まえてカモメ団の仲間にして育てる場所だし。魔界じゃねえや。魔物は異界に行けなかった人間の生まれ変わり、ね。魔物を育てて魔物人生の秘密を知るのが僕の研究目的だし。ね、魔物を捕まえるにはクリーチャー捕獲を選択するし。ね、クリーチャー捕獲。はい、捕獲ポッド S が補給されました。ね、でこんな感じで、まあ、天やったらわかるんですけど、天やった体でね。まあ話していきますんでね。クリーチャー捕獲を説明するし、と僕の新発明、捕獲ポットを魔物のいそうな場所を選んで仕掛けるし、捕獲ポットで魔物のソウルを抜き取って善良なクリーチャーにするんだし、ね、捕獲ポットは全部で4種類。
魔物の大きさに応じてポッド S、ポッド M、ポッド L、 人間を捕まえたり種族を選んで捕獲できるポッド SP があるし、捕獲ポッドを持てる数は最大8個あると補給されないし、試しにルカに遊びに行った兄貴を捕まえてみるし、ルカに遊びに行った兄貴を捕まえるなんて。ルカには各地の魔物がたくさん集まるけど、ポッド SP ではスカばかりだから注意だし、ポッド SP ではターゲットしたい魔物の種族を選ぶし、兄貴は人間族だし兄貴いるねドルマゲスみたいな格好してるR1 で捕獲された魔物を引き上げるラウンドアップだし、まあこんな感じですね。捕獲ポットを仕掛けた場所を選択するし、兄貴仲間に入れますか、はい、捕獲ポットのテスト成功だし、魔物には相性があるし、狙った魔物が捕まえられないときは先に仲間にしてる魔物を解放してみるといいし、クリーチャー捕獲の説明終了だし、まあやって覚えろって感じだね。まああらましの説明はね、捕獲した魔物を育てるのがクリーチャー育成だし、魔物にアイテムやアクセサリーを与えて成長させていくし、はい、ちょっと長いけどね、やっちゃいますね。アクセサリーやアイテムを使えばクリーチャーを成長させられます。メニューでクリーチャーを選びます。この画面でクリーチャーを成長させます。ここで成長させたいクリーチャーを選ぶと、次は何を消費して成長させるかを選びます。例えばアイテムを選べば持ってるアイテムが表示されました。クリーチャーのステータスにはそのアイテムを消費することでアップするパラメータや覚えるアビリティが表示されます。今カーソルが合っているエーテルだと成長に必要な数は2個で、アビリティハマーを覚えられると分かります。黄色くなってますよね。では成長させてみましょう。エーテルを選択すると、はい、本当に消費していいか、確認されます。ここでハイを選べばナスホルンはハマーを覚えられます。ただしクリーチャーが覚えられるアビリティはコマンドアビリティが4種類、オートアビリティが4種類が限界です。別のアビリティを覚えさせたいときは何かを忘れさせないといけません。アビリティを忘れさせるにはメニューから忘れるを選びます。すると今覚えているアビリティのリストにカーソルが行きます。いらないアビリティを選んで忘れさせることができます。この時忘れさせることのできるアビリティはクリーチャー自体が覚えているものだけです。装備の効果で使えるようになっているアビリティを忘れさせることはできません。これでクリーチャーのアビリティを変化させる方法は説明はおしまいです。はい、魔物が育つと魔物人生が明らかになっていくし、これもちょっと面白いんだよ。クリーチャー人生を選択すると魔物人生が見られるし、長いね結構ねバトルでレベルアップした魔物は魔物人生のレベルも上がるし、魔物人生コンプリートすると魔物を解放できるようになるし、魔物を解放すると魔物の悲鳴ごと魔物人生エンディングが見られるんだし、魔物人生エンディングを見たらクリーチャー辞典に登録されるし、スピラの全部の魔物をクリーチャー辞典に登録するように頑張るし、ね、魔物の名前を変えたり魔物を解雇したいときはクリーチャー命名を選ぶし、R1 を押すと魔物チームカモメダンの名前も変えることができるし、魔物を仲間から外すと経験値や覚えたアビリティは記録されないから注意だし、魔物を育てるためには魔物コロシアムでバトルしてレベルアップだし、魔物コロシアムを選ぶと僕がスカウトしてきた魔物チームとバトルできるし、魔物コロシアムにはいろんなトーナメントやバトルシミュレーターがあるし、トーナメントで勝ち抜くと捕獲ポットがゲットできるし、魔物コロシアム全制覇目指して頑張るし、ね、最後にクリーチャーバトルの説明だし、仲間にしたクリーチャーをバトルに参加させる方法の説明です。メニューからバトルメンバーを選びます。この画面でクリーチャーをバトルメンバーに加えます。
バトルメンバー画面に入るとキャラクターとクリーチャーのリストが表示されるので、バトルに参加させたいクリーチャーを選びます。選択したらカーソルを画面右側のバトルメンバーに移して、選んだクリーチャーと入れ替えたいバトルメンバーを決定。入れ替え完了です。ただしクリーチャーには S、M、L サイズがあることに注意しましょう。同時にバトルメンバーにできるのは S サイズ3体分までと決まっています。 M サイズクリーチャーは S サイズ2体分、 L サイズ S だと S サイズ3体分になります。まあその分1体で強いってことだよね。 M サイズを1体メンバーに入れると、あとは S サイズ1体しかバトルに参加できません。さらに L サイズ1体入れると、まあギガボディでもメンバーがいっぱいになり1体しかバトルできません。ちなみにみんな外すを選ぶとバトルメンバーはいなくなります。しかし誰か1体を選ばないとバトルできないので要注意です。さてバトルメンバーを選んでから兄貴罰でメニューに戻るとき、ラスホルのドレスフィアを選んでください。まあこんなこともできんで、まだドレスフィアを装備してないクリーチャーにこのようにドレスフィアを装備させればバトルメンバーの設定は終わりです。なおクリーチャーの装備はキャラクター同様リザルトプレートとドレスフィアを必ず装備しなければなりません。アクセサリーは2個まで自由に装備できます。装備したドレスフィアによってクリーチャーのパラメータやアビリティが変化しますが、ドレスアップはできません。クリーチャーはキャラクターと同じ品を装備できますが、同じ品でも装備した時の効果はクリーチャーとキャラクターとで異なります。クリーチャーが装備した時の効果はヘルプで確認すると良いでしょう。まあこれやりながらまた説明していきますね。1回でこれ覚えられるかって言ったら難しいですもんね。これでクリーチャーをバトルメンバーに加えたり、クリーチャーの装備方法の説明はおしまいです。まあ大まかに覚えとけばいいかなって感じだと思いますね。はい、クリーチャーの行動を説明するし、味方のクリーチャーは光の輪に囲まれて登場するし、クリーチャーはバトル中自分で考えて行動するし、仲間になってすぐのクリーチャーは子供みたいに使えるコマンドを自由気ままに使っちゃうし、何事も学習が大切だし、クリーチャーも敵と戦うことによって相手に対するコマンドの効果を覚えて頭が良くなっていくし、次に応援と逃げるの説明をするし、クリーチャーがどんな行動をするのかコントロールすることはできないし、でもバトルにクリーチャーが参加しているとき応援することでクリーチャーの行動に影響を与えることができるし、と画面左上の星ゲージが応援ゲージだし、応援ゲージにはクリーチャーのやる気を表す星印と魔物気分が表示されているし、クリーチャーのやる気は R3 ボタンを押すと上がるし、L3 ボタンを押すと下がるし、やる気が上がるとクリーチャーが敵に与えるダメージが増えるし、それに攻撃的な行動が多くなるし、でも敵から受けるダメージも増大、しかも敵の攻撃を避けにくくなるから注意だし、やる気に下がるとクリーチャーが敵に与えるダメージが減っちゃうし、その代わりクリーチャーが受けるダメージも減少だし、敵の攻撃を避けやすくなるし、ついでに味方を回復する行動が多くなるし、やる気を表す星がなくなるとクリーチャーはバトルから逃げるし、戦況がまずくなったら逃げるようにさせた方がいいし、最後にアビリティとレベルアップの説明をするし、クリーチャーは普通のキャラクターのようにバトルで経験値を得ることによりレベルアップして成長していくし、それと別にバトル中に攻撃を受けることでアビリティを覚えることがあるし、覚えるアビリティはクリーチャーごとに決まっていて、アビリティに関連した攻撃を受けると覚えることができるし、例えばファイガのアビリティを覚えることのできるクリーチャーはファイヤーの攻撃を受けるとそれを覚えることができるし、受けた攻撃によって覚えるアビリティはすごくたくさんあるし、だからいろいろな敵と戦わせることがアビリティを覚える早道になるし、こうやって覚えられるアビリティはコマンドアビリティだけじゃないし、オートアビリティも覚えさせることができるし、それから一度覚えたアビリティは忘れることもできるけど、攻撃を受けると一度忘れたアビリティも思い出すことができるし、普通のバトルに関してわからないことがあれば僕に話しかけて教えて進学の中にバトル初心者の中で見ることができるし、これでクリーチャーバトルの説明を終わるし、ね、ちょっと長いね、はい、クリーチャークリエイトチュートリアル終了、お疲れ様だし、はい、まあこれはまたやりましょう。僕いろいろ知ってるし、教えて死んだくんとかね、まあそうだね。あとは情報解析中。どはい、ブラミダチさんは
兄貴さんの幼馴染、2年前も一緒に飛んでたんだって。知らなかったって言ったらがっかりしてたよ。はい、アルベド5、20加減、情報解析中。楽しんでる？もちろん。きっかけは君に似た人が映っているスフィアを見たから。君かもしれないし、似ているだけかもしれない。他にもそんなスフィアがあるかもってリュックたちのカモメ団に入ったんだ。カモメ団っていうのはスフィアハンターで、スフィアハンターっていうのはこんな感じ。今は毎日元気にあちこち飛び回って楽しいです。ちょっと気にしてたんだよね、無理やり連れ出したみたいでさ。ううん、そんなことないよ。はい、ということでね、結構時間来てしまったんで、まあ、今回はここで終わりますけどね、まあなんとなく分かっていっていただければいいかなと思います。これでね、まあダチさんとかもいたみたいだけどね、だからここの点と点2の間の話は、まあこのゲームでね、永遠の凪説っていうね、まあサブストーリーじゃないけど、なんだろうねあれね、それで見ることできますんで、とりあえず召喚師だったじゃないですか、ユーナがね。それで、まあいろんな人がユーナさんのところに来るわけですよ。それでね、まあもうね、もう逃げ出しちゃおうじゃないけどそんな感じだよね。まあ責任もあるし、だからかといって召喚師さんは有名なんで、こういう格好になったってね、まあこの格好がね、まあ誰かに似てますよね。君に似たスフィアって言ってたんですけど、なんかそのスフィアが見つかったとこの話でね、まあそんな感じで絡んでいくんですけど、まあパート2パート3ってやっていたらだんだん分かっていくと思いますんでね。でね、このパインもね、新キャラなんで天にはいなかったですよね。まあどういうキャラなんでありましょう。楽しみことがいっぱいありますということでね、やることはいっぱいあるんですけど、一個一個こなしていけばね、大丈夫かなと思います。まあ初回なんでね、結構時間かかりましたけどね、まあこんな感じでプレイしていきますんで、もう本当に隅からやっていこうかなと思います。あとコンプリートね、ストーリーによって、まあなんだろう、何パーセント 100% まであるんだけど、まあ100にしたらね、まあ見れるものもあったりしますんでね、まあ頑張ってねプレイしていきたいと思います。よしけばグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。